ホリエモンチャンネル。ついでにこんな怪しい物体もありますよ。これね。これなんですか？これスコップさんと一緒に組んで、だから頭から尻尾までしかも使って頭の骨の出汁を使ったら、骨とかまで全部使って、そうそうそう、出汁を使って作ったラーメン。これどこで売ってるんですか？これはもう今200万食あるんで、全国のコンビニどこでも売ってます。普通に置いてます。じゃあ今日ですね、ぜひニコ生とか見てくださってる方、 YouTube もそうですけど見てくださってる方、はい、まずこれ手軽に食べれるんじゃないですか？そうそうそう、ね、コンビニに売ってますから、ぜひコンビニでチェックしてみてください。これまだいかにもうまそうですね、うん、でもついでに言うんだったら、私はこれのナマズ版を作りたいなと思いますね。あ、ナマズって、骨アラでですね、出汁取るとなんかね、白いは濁るんですよ。へー、なんか白濁の出汁がすごいうまいんで、俺それちょっと食べてみて、ちょっとナマズラーメン作ろうと思ってまして。ナマズラーメン、ナマズラーメンいただきました。ということで今日はたくさんお料理出していただきましたが、ここ銀座にあります近畿大学水産研究所のお店から今日収録をさせてもらってますので、今日ここでみんなで食べた料理はですね、ここの銀座店さんに来ていただければ皆さんも食べていただけますので、ここ全部このメニューは出してるんですね。今ナマズ、ナマズはないんだ。残念ながらナマズだけがちょっとない。先生、ナマズいつですか？ナマズ、まあぼち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 、でも来年の土用の牛の日には間に合わせるでしょ。なんとか頑張ります。はい、ということなので、ぜひ皆さん近畿大学のですね、ここ水産研究所来てみてください。関西圏の方は大阪のグランフロントさんにもあるみたいなので、ぜひそちらも行ってみてください。ぜひここ皆さん人気店みたいなので、ぜひご予約をお忘れなく、はい、来てみてください。では先生、最後に何かこう告知だったり、今後のアピールポイントだったり、何かあればぜひぜひ。12月20日に、海外に魚を売っていく会社の竣工式を行います。おお、世界のマーケット取りに来ます。おお、近畿大学が、おすげえ。それぐらいでかいことはやります。はい、皆さん長津も期待してみてください。瀬子さんも何かありますか？はい、大学の常識にあんまりとらわれずに、どんどん新しいことをやっていて、こういう研究とかそれだけじゃなくて、例えば卒業式のお礼さんにスピーチに来てもらうとか、それもそうですし、入学式でつんくさんとなんかやったりとか、で大学のアマゾンで教科書が買える、つんくさんは卒業生ですからね。はい、そうなんですよ。でアマゾンで教科書を買えるようにしたりとか、インターネット出願だけにしたりとか、いろんなこう大学の常識をこう壊して、こういう大学であり続けますんで、また入試が始まってますので、もし受験生の皆さん、まだ大丈夫なんですか？まだ1月2月もずっと入試やってますから。そうですね、1月も2月も入試やってると面白いですね。ちょうど英語入試が終わったぐらい。そうそう、推薦が今そうですね、なので一般入試はまだ、じゃあまだ番書出せんだ。全然出せません。この時期ギリギリまでも夜で出せますよ。恥ずかしいと。はい、なのでぜひポチればいい、ポチればいい、受験生の皆さんにインターネットからですね、すげえな、調べていただきまして、すげえな、やってもらったら、まだ入試間に合うそうなんで、はい、ぜひぜひ新しい大学、入試間に合うと新しいと。いいですね、近畿大学、こちら初めて聞いたわ、そんなの。じゃあそんな未来の楽しいお話も見えたところで、はい、本日は一緒に乾杯してくれてありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した近畿大学農学部の有地正彦准教授は、なんとうなぎ味のナマズを開発。通常は根の張るうなぎですが、有地教授が開発したナマズなら手軽に食べられます。土曜の牛の日にナマズを食べることになる日も近い？要チェックです。また今回ご協力いただきました近畿大学水産研究所は、有名な近代マグロをはじめ、近畿大学が養殖したマダイ、シマアジなど新鮮な魚介が楽しめます。ぜひ遊びに行ってみてください。さて次回はどんなゲストがいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。